1912年の初参加以来、日本は夏の大会に17回、冬の大会に16回参加しています。過去日本のアスリートたちが手にしたメダルの数は合わせて311個です。中でも最高の称号である金メダルは101個を数えます。これまで日本はどの競技で金メダルを獲得してきたのでしょうか。冬の競技ではジャンプが3個、ノルディック複合で2個、ショートトラックとスピードスケート、そしてモーグルスキーで1個ずつと合わせて8個を獲得しています。夏の大会では93個の金メダルを10の競技で手に入れています。馬術、ボクシング、射撃で1つずつ、ウェイトリフティングでは三宅義信が2つ獲得、バレーボールでは64年と76年の女子、72年の男子と3つ獲得しています。金メダルの数が多い競技、まず第5位は陸上競技です。日本に最初に金メダルをもたらしました。しかし全て戦前に獲得したもので、戦後はまだ金メダルに手が届きません。かつて水泳日本と言われ世界をリードした時期もあった水泳、戦前から92年のバルセロナまで合わせて15個の金を手に入れています。64年の東京大会から正式競技となった柔道は19個獲得しています。ヘイシンク対神長やロサンゼルスでの山下、そしてバルセロナの古賀など多くの名選手名勝負を生み出してきました。第1回アテネ大会から行われている格闘技レスリングが第2位。52年ヘルシンキ大会の石井翔八から88年ソウル大会まで合わせて20個の金メダルです。日本が最も多くの金メダルを獲得したのは体操です。56年のメルボルンから84年のロサンゼルスまで、その数は27個に上ります。60年ローマ大会からの団体総合5連覇、加藤沢尾の通算8個の金メダル獲得など、選手たちは新しい技を追求するひたむきな努力によって世界のトップに君臨してきました。